ヘル・ボルハルト・ゼリンスキー反応とは、有機合成化学におけるハロゲン化反応の一種。カルボン酸の αi の水素を、ハロゲン原子に置き換える。故障は、カール・エム・フォン・ヘル、ジェイコブ・バラード、ニコライ・ディ・ゼリンスキーにちなむ。反応では、カルボン酸に対し、周素と触媒量の三化リンを加える。まずカルボン酸が三周化物に変えられ、そこから互い変異性化した。 エノールの2位が、周素の攻撃を受けアルファ、ブロモカルボン酸周化物となる。反応終了後の加水分解によりアルファ、ブロモカルボン酸を得る。酸3化リンは、リンと周素の反応で容易に生成するので、この反応は、カルボン酸にリンと周素の混合物を加熱するだけでも、反応する。また、この反応で得たアルファ、ブロモカルボン酸を、 塩基性条件下で処理することによって、α ヒドロキシ酸を得ることができる。α ブロモカルボン酸は、各種吸覚剤との反応による、肝能基化、エステルとした後のリフォマトスキー反応など、合成上の用途は広い。ヘル、シーバー、DTSCH、ケン、ジャス、1881、14、891から893、バラード。 ジェイユストスレイリッヒアンケン1887 242 141から163ジリンスキー N バー DTSCH ケンジャス1887 20 2026ありがとうございます